足森は、岡山県岡山市北区にある大技である。以前は上、足森と称した。旧機微群足森町域にあたる、足森地域センター管轄域の一部であり、同地の中枢的地区で、同センター所在地である。また、岡山市立足森小学校、岡山市立足森中学校の学区内であり、連合町内会、コミュニティ協議会の区域は、足森である。 当地の中心部は、江戸時代に、足森藩の陣屋町として栄え、現在も大名庭園の金水園や、歴史的建造物群が残り、岡山県指定の町並み保存地区となっている。郵便番号は70、701-1463。人口は1843人、世帯数は760世帯。岡山市北西にあたり、足森川上流域の山間から平地に出た。 谷口のところに位置する、戦場地に発達した地域である。古代より、備中国の中枢の一部に位置し、古くより栄えていた地域である。また前述のように、江戸時代に、神野町であった背景があるため、史跡、文化財が多く、小形公安や木下理研などの文化人を輩出している。なお、JR も重太郎線の足森駅は、旧足森町域外となり、当地は、 同駅から巻きへ約4キロメートルほどの場所となる。公立の小中学校に通学する場合、学区は次のように指定されている。古代においては、和明類受賞に乗る備中国が夜軍や市守号の一部とされる。中世初頭から京都神護寺の荘園となり、足森省と呼ばれた。神護寺所蔵の花王元年12月の日付がある、備中国足森省絵図には、 4イタリの傍事を記し、上理の壺ありを書き入れ、裏書きにこの地方の開発者とされる豪族会やしほか、召喚らの署名があり、これにより当治は、嘉用氏の本拠の一つであったことが伺える。中世末、戦国時代になると、毛利法となった三村氏の勢力下になり、小田方の浮田氏からの防衛のための国境七条の一つとして当治に、上地山次郎が築かれた。 三村氏が撃たれると、浮っ氏の支配下となる。江戸時代に入ると、姫路城の木下家貞が二万三千国を与えられ、当地に陣屋を構え、足森藩を発足させた。足森川の西岸の山寄りの地に、藩主巨藩、陣屋、侍屋敷を配置。また町方と村方に区分し、町方は上の町、下の町、備前町、田原町、四安町、 中浦町、下浦町、河原町、中河原町、広人町、福六町、新町、下川向町、上川崎町、下川崎町、直の町、ホタル町などが町割りされた。侍屋敷に従属した商人、職人が多く居住し、神屋町が形成された。上足森村の国高は、991国三と八章五号五尺。 西村聖の王将屋がいた。明治になり、明治22年6月1日に、町村聖志向に伴い、上足森村、下足森村、上土田村が合併し、新しい足森村を新設。道村の大技城足森となり、当地に役場を構える。道29年には、調整移行し、足森城に改称。 同33年の軍統合による、キビ軍の新設を経て、昭和31年3月31日に、足森城と大井、比金、岩田、福谷村のご町村が合併し、新たな足森町を新設、当地に役場を構えた。続いて、同46年に、岡山市へ、編入合併し、合併の後に上足森は、足森へ解消した。 平成22年に岡山市が政令指定都市へ移行し行政区を設置、その管轄化になる。ありがとうございます。